皆さんこんにちは非常識な教室経営コンサルタント高瀬加子です本日のテーマは知っているようで実は分かっていない最強の集客法ということについてお伝えしていきたいと思います。えーとまあ、これに近いことはですね何度か今までもあのお話をしていることがあるんですけれども皆さん集客をすごく勉強するじゃないですか。 でその勉強すること自体は全然悪いことではないんですよいろんなノウハウがあるしいろんな集客方法っていうのもありますしだけど例えばの例なんですけれどもあの収益ということから考えると要は身入りですよね手元に残るお金ということで考えると集客自体をいくら頑張っても収益は残らないんですよ。 この関係わかります集客だけを頑張っても収益は残らないつまり制約してお金をいただいて初めてそれがまあ経費とかなくなりますよなくなるけれども収益になるんですよねだから勘違いしているのが集客がいっぱいできたら収益になるわけではないっていうことなんですよでももちろん何かしら あの買ってくれる可能性が高いから集客っていうのはもちろん必要なんですけれどもその関係性があるんです。ということは収益を重視してみた場合には実は集客よりも制約力とか営業能力とかの方が実は大事っていうことは、まあ、私は昔から言ってるんですけれどもそちらに手を入れる方がよほど収益化は早いんですよね。まあもっとと言うと その制約すらしなくてもいいような集客も制約も同時に自分の手離れをした状態で行える要は自動販売機状態これを私は集客の自動化っていうふうに言っているんですけれどもこの集客の自動化を作るための仕組みはそこそこ大変なんですよ、作るのに年月がかかる地道にやらないといけないから。だけれどもそこを頑張ってしまえば あの常にいつでもこう頑張って頑張って集客をしなきゃいけないっていう苦労からはあの解放されるんですよ。私が教えていあの,コンサルの軸は主に自動集客のところなんですねさら、まあ、に言うと自動収益っていうのも今は教え始めていて要はお金がお金を生む仕組みですね。 財産形成の方のお話なんですけどもそちらも集客の自動化と同時に今教え始めようかなっていうような感じでやってはいるまあそれは余談なんですけどじゃあテーマのね最強の集客法は何なんだっていう話は、えー、と実は皆さんが知ってるようで分かってないっていうところのポイントを今日はお一つですねお話をしていきたいと思ってこちらの動画を撮っております。 ととといいいいうことでではねお話をしていきたいと思います、うん、知ってるように実は分かってない最強の集客法っていうのがこれはあえっ続,続けること, <laughs> ることみたいなえツールとかなんかやり方教えてくれるんじゃないのっていうふうにねあのえっって思った人いるかもしれないけどあの理由をこれから説明をします。それをやるとなぜ最強なのかっていうことですね。 あの最強はねやっぱりね継続なんですよすべてにおいて要は続けているだけで続けてない人よりは信じてもらえるんですよこれ分かりますよね例えば毎年職業を変えてる人がいたとするじゃないですか今,日は A あ今年は A っていう仕事をやってたのに来年は B 再来年は C をやってますって言ったら その人に B のことを習おうと思ったら、1年しかやってないキャリアになっちゃうわけじゃないですか。で、これが A を3年やってますって言うと、なんとなく蓄積的にはやってる感じはするじゃないですか。そうすると、まず人は長ければ長いほど専門に長けていて、信じてもらえる確率はまず上がるということになります。だから続けるっていうのは、それだけでもインパクトが多い、信頼構築という意味でのインパクトはとても高い、 状態を作っているんですよねで続けると当然ですけどスキルの上,積み上乗せになっていくので深くなったりとか広くなったりとかしますので1個のことを集中的にやっている人っていうのはやはり強いんですよねだから続けることっていうことになりますでこれを続けていると周りがどういう現象が起きるかっていうと続けてない人が続けなくなるから勝手に自滅していきます。 続けない人たちがで。続けているだけで目立っていくんですよ。でどんどん、それが例えば三年、五年、十0年、十五年とかなっていくと、どんどんいなくなっていくんですよ。続ける人が少ないから。続けることの方が大変なんですよ。それは続けた人しか知らない。なぜならば、大半の人は続けないからです。私があの集客のノウハウとか、経営のノウハウを教えていても、その通りにしっかりやりきる人って、 少ないんですよ。でも当たり前ですけどやりきっている人は当然周りの人がどんどんやめていくから一人目立ちをしていくから結果として集客ができちゃうということになります。まあ、これも自動集客の一個なんですけど、あの周りの競合が自滅していくということですね。だから選ばれる状態が 一人になっていくということになります。なので続けるってことは実は最強の集客方法でなぜ集客に繋がるかっていうと信頼関係の構築度合いが普通じゃない半端じゃないっていうことなんですよ。でこれはもう本当に私あらゆる面で感じていてあのプライベートの趣味の領域とあとお仕事の領域と両方をあのお伝えするんですけれども例えば趣味の領域だと私サックスをやってるんですけれども。 今この動画を撮ってる時点で3年半になるんですがあの仲間っていうのはいます一緒に始めた仲間とか一緒のぐらいの時期に会に入った方たちでやめてってる方も見ていますそれがその方の事情なんで別にあの忙しくなったから一回退会してまた入ってくるっていうのでも全然問題ないと思うんですよ。だけれれどども一つ分かっていいるのがどういう状態であれ 続けるっていうことができている人はやっぱり積積みみ重ねと積み上げなのででどうやっても強いんですよそのルーティーンでどういう状態であってもなんとか続けるそれが例えばサックスの場合だと管楽器を手に持って吹かなくたっていいですよ吹けない状況私もあったんで仮住まいの時にほとんど住めなかったんですよねリフォームとかしてる時に。 そういう時にもどういう方法で看護にぶらないでいけるかその吹けない状態でも吹いてるのと同等レベルのクオリティとインパクトを数ヶ月後にどうやったら実現できるかっていうことを聞いてとにかくやめないやめないそういうきっかけでやめる方多いですよいろんな家の事情とかとにかくやめないどういう方法でもいいからあの音楽とかは今回私初めてねあのちゃんとやったんですけど あの触れ合ってることだだから聞くだけでもいいんですよねであと私の前か楽句が読めないから楽譜の勉強したって言うわけですよその時実際にやったのは音は出せなかったとしても曲を聴くあとカラオケで歌うっていうのも言われたんでカラオケで歌うとかもやってましたけれどもとにかく触れることをやめないすごいパフォーマンス出せる時にはこれぐらいの量を出せる時が出せない時にこれぐらいになったとしてもやらないっていことはしない。 ことなんですよ続けるっていうのが結構大事であのよーく振り返っていただけると分かると思うんですけどこれやめちゃう方方方ののが多いです今の趣味の話ですけどお仕事の場合ね例えばブログ更新とか YouTube の更新とか Instagram の更新ってルーティーンでやってなんぼなんですよだから、えー、と例えばもうこの1ヶ月は 子どもが受験があるからそこを一生懸命見てあげなきゃいけないから自分のこと構ってられないからピタッとやめるこれをやるとほぼゼロからまたスタートになっちゃう場合があるんですよ1か月ぐらいならいいですよ3か月とか4か月とかになったら何かに集中しなくてはいけないんだけれどもベースになることは絶対にやめないっていうようなことをできる人って少ないんですよ実はでこれができてるから信頼されるし忘れられないんですよ 集客ができなくなる部分の大きな要因としてあの人って忘れちゃうんですよだから例えばこれを頼もうって言った時に一番最初に思い出してもらえる人っていうのはやっぱ強いんですよこれって言ったらあ高橋さんだとかこれをお願いするんだったらなんとかさんだとかっていうその とある人に思い出してもらえる確率をどれだけ高くするかって言ったら1ヶ月にいっぺんしか喋らない人よりも1ヶ月に30日喋ってる人の方当たり前ですけど思い出しますよねだからそういう感じなので継続しているだけであの思い出してもらえる確率がぐんと上がりますから結果として思い出してもらえるということは信じてもらって申し込みが来るということになります。 で私の場合だとメルマガですね、メルマガがあのステップメールと呼ばれる、1回登録をすると、2日か3日に一遍メールが届き続ける仕組みを使っているんですが、そちらの方がが860通とか、多分千1000通ぐらいになっていくんですけど、そのステップメールを組んでるんですね、そうすると、ご本人が辞めない限り8年から10年続くんですよ、私のメールが。もちろん違う内容です、全部喋ってることは。 あの喋ってるっていうか書き起こしの文章がね届くし動画とセットになって届いてるんですけどでこれを聞き続けるっていうことはあの信頼構築がすごくできるからすごく困った時にはやっぱりお願いしよう高橋さんにってなるっていうのがメルマガの読者さんがすごく多いので私のところの例えば高額商品とか、まあ、50万とかあの70万とかあるんですけどそういう商品をご購入される方はメルマガをずっと読んでました。 本をあの買っっっててずとと手元にににに持ってました2年とかそれれぐらいい後に唐突に私の目の目前に現れるケースが多いですだからそういう方を日々作るためには日々の更新をし続けないといけないんですよねで。ものすごく集中的に頑張ってガーッと集めるんじゃなくて長く構築している信頼関係の上にお申し込みが入るからあのすごい変な値引きを言われたりとか。 お互いに探って性格を理解しなきゃいけないっていう領域ではないから楽なんですよその後の本当のサービスを提供する段においても私自身がこういう人に来てほしいという強い思いを持って発信をしているから響かない人は何この人って思って別にそれ以上聞かなきゃいいだけでそれして私の目の前に現れないからいいんですよだから私が私と相性が良くて でその人の能力を最大限に伸ばしてあげやすいタイプの人に向かってずっと私発信しているので,でその響く人が来るというそういう図式になってるからだから成約率もすごい高いんですよ、まあ、高いというか使命買いになっているのでこれをお願いするんなら高橋さんにお願いすると決めてましたみたいな方が多いのでそうするともう競争にならないですよね一択だから。 そういう状態を作り出すっていうことはやっぱりね続けてるからなんですよ皆さんそこまでやってないですおそらく私聞いたことがあるステップメールで1000通セ,セ,セットアップしてる人って私あんま聞いたことないんですねもしいたらあの「あっそうんでしたからすいません」って言って今度そういう時があったらご紹介したいと思うんですけどなかなか1000通分のセットアップは大変と思いますよ はい、だからやれないで、やれないことを続けてるから信頼されるっていう、まあ、そういう図式ですね。ですから、あのー、実際のところは、頑張って、その都度その都度アクセック頑張るよりも、地味に細く長く、ずっとずっと、レッスンし続ける、ずっと発信し続ける、こっちの方がよほど価値があるということです。なぜならば、普通の人がみんなできなくて、脱落して、やらなくなるから、勝手に一人目立ちしていきます。 その方が無理しなくていいじゃないですか。だから、そういう状態を保てるような時間を作るとか、マインドを整えるとか、それが必要にはなってくるんですけど、私はそれが最強だというふうに思っています。ということで、まとめに入りたいと思います、えー。知ってるようで実は分かっていない最強の集客法とは、それは継続をすることです。継続ができているものに関しては、他の人が、 あの瞬発的に例えば集客ができたとしても信頼関係の構築の深さが全然違うので結果として継続をする率も高くなるし結果としてリピートで繰り返し商品サービスを買ってくれる確率が高くなるので信頼構築っていうものの後ろに裏付けされる継続ですねこれが実は最強の集客方法なんじゃないかなっていうふうに思ってますのであまり続けることができない人はぜひ こんな方法も参考にしてみてくださいそれでは